6.5 お疲れ様でした。お疲れ様でした。圧倒されるのやめてもらっていいですか？それに関してはもう運営の方からもう冷たい目線で感づきました。あー、めっちゃ空気読める人じゃないですか。いやマジやばいです。多分僕の評価ガン下がりなんですよ。で、まあ、さっきカイ君にも言ったんですけど、もう年度は後がないぞと言われて、いやまあそりゃそうだなと思って、逆にオーディション出させてもらっただけ感謝だなと思って、まあ正直あの戦い方するのは何かって言い訳になっちゃうんですけど、格闘技をしちゃいました。正直カウンター来るからこう戦うとか。でも逆に気づいたのが、いや格闘技の方が弱いなだったりとか、気持ちで戦った方が喧嘩相手の方が強いなっていうのを感じたんで、ここからは新しい年を見せれるなと思ってます。本当にだからよく気づきさせてもらったなっていうのは、だから富澤選手に感謝しますよ。はい、ぶっちゃけちょっと僕小耳に挟んだんですけど、富澤さんの相手が決まった時結構へこんだっていうか、うわ俺無理だろうっていう気持ちが ありましたよ。無理っていうのは正直なかったです。正直僕もっとやれると思ったんですよ、ぶっちゃけ。だしあの子も熱い男だからもっと試合盛り上がるなと思って、ただ僕対策してたんですよ富澤選手の。で僕やっぱりの僕はどっちかというとカウンタータイプなんで、入って殴られて戦うタイプなんですよ。で富澤さんも入ってカウンターだったんですよ。だからもう噛み合わなくて、そこがで気迫がなまら強かった。だからあれは勝負やってて、うわーやられたなって思っちゃいましたね。だからやる前は全然やるわーってなってし、熱い男だし試合盛り上がるなと思ってましたね。ただ試合がちょっと本当に申し訳ないですね。見てる人にも申し訳ないですし、上の人にも申し訳ないなって正直思いました。あれはもう絶対しないです、ああいう試合は。で今その宍戸さんの相手の富澤さんがオーディション落ちたっていうか呼ばれなかったっていうのって賛否両論すごいあるじゃないですか。いやーってかすごい質問するなぁ、いっぱい。さすがっすね。いや NG なしっていうね、記者としては。あさすがみんなが聞きたいことを聞きたい。本当にさすがっす。それについては、はい、どんな思いがあったんですか？まあ、僕としてはいやまあね、負けてる以上別にもう死人に口なしなんで、僕はどうこう言うこともないし言いたくもないですけど、まあ、僕の感情ではいや来てほしかったなって。なぜならばあれだけ熱くてあれだけ強い人って多分ブレイキングダウンでめちゃくちゃ輝けるかなと思ったんですよ。かもしくはそれこそ某団体のところに行ったりもしたのかなと思うから、そっち行くならまあガチプロとか固まってるからそれもいいのかなってのは思うんで、まあ、そういった金もあるかなぐらいですけど、まあ僕としてはもったいないなって思っちゃいました。どういう理由か分かんないですよ。その理由によって変わってきますけど、僕としては出てほしかったなっていうのは正直あります。なんで呼ばれなかったと思うとか、もうそれも田中さんも何も分かんないですか？いやまあ言っちゃうとこれカットかもしれないですけど、言っちゃうと運営のあれなんじゃないですか、方針があって。だって試合内容とかさ、試合キャラ的にはめちゃくちゃいいじゃないですか。はいはい。だから来ないってことはなんかトラブルとかそっち系かなと思ってます。ああ、なんかあったな。なんか僕切り抜きとか見ましたけど、言っちゃうけどライジンの引き抜きとか、はい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 、そっち系かなと思ってますよ。あ、なるほど、はい、じゃなきゃ多分出ない理由ないでしょと思って。 あとなんか自分でも言ってましたけど、なんかその試合中に煽ったりするから、なんかそれがなんかダメだったかなみたいなことを言うんですよ。僕のことを煽ったりとかしてくれるな。相手が難しいですよね。なんかそのストーリーが作りづらいっていうのがあったから、富澤選手もなんか大城にいた方が多分絶対いい選手かなと思うんで、その真相って今も確かに気になりますね。確かに、だって俺がここにいるからなおさら気になっちゃう。僕もオーディション来れてなかったから、まあまあまあもうよくそのよくわかんないけど、なんで俺はやらせたってなるから、それもまあ思うんですけど、まあ真相は闇に落ちてます。ありがとうございます、はい。